ありがとう、スネーク。これで起爆コードの入力はすべて完了した。もうメタルギアを止めることはできない。マスター、これはわざわざ鍵を見つけてくれた上、起爆コードの入力までしてくれて、本当に恩に切る。形状記憶合金だとは、お粗末な話だったが、何のことだ <laughs> ダーパー局長の起爆コードは入手できなかったんだよ。<laughs> マンティスの能力を持ってしても読むことはできなかった。つまり、俺たちは核を撃つことはできなかった。 まさに八方塞がりだった。核が撃てなければ我々の要求は叶えられない。マスター、何を言ってる起爆コードを入手できなくなった以上、別の方法を探すしかない。そこで、スネーク、貴様にかけてみることにした。どういうことだデコイ・オクトパスをダーパー局長に変装させたのもその一つ。デコイ誰だ、そいつは貴様から情報を得ようとしたのだが。 フォックスダイとはな。ちょっと待て。どういうことだとにかくとだ。とにかくこれで各発射準備は整った。核何の話だ新型核を打ち込んで見せればホワイトハウスの連中もフォックスダイの結成を渡さざるを得まい奴らの切り札も無効になるさっ,さっきから何の話をしてるんだお前を使ったペンタゴンの目論みはすでに達成られてるんだよ。俺を使ったあの拷問部屋で。どの拷問部屋だ知らないのはお前だけだ。みじめだな、スネーク。ちょっともう一回説明してくれ。スネークそいつはマスターミラーではない。キャンベル。 今頃気づいても遅い。マスターミラーの遺体が彼の自宅から発見された。死後3日経ってる。じゃあ、お前はお前が話していたのは俺だ。兄弟。まだピンと来てないか。頼むヒントをくれ。